こんばんは、アメトンです。リズンキングダム第6ステージ、ロングナイト、長い夜。ずっと夜とかかね。あ、夜っぽいね。あとなんか橋が直せるっぽいぞ。これがもう読めねえわ。 We've let out selves into a trap Repairing this bridge。 はい、橋を直すのに時間がかかるよっつってんのかい。 We can speed up、直すのを早くすることができます。しかしもっと木が必要ですみたいな感じ。よくわからんけど、まあもっと木が必要だから探しに行こうぜみたいな感じかな。押せるじゃん。あ、4パーとかしか進まねえんだ。330必要。あと木だから、木をバンバン取り行こうって話だよね。わ、これで倒せなさそうだよ。まず盾と、そっか、盾とあれやるのも木が必要なのか。で、家建てていい？家建てると1個建てられる。でもう一回盾も必要だよな。盾出して下行ける？なんか物資あったら、あ、ここ木置けるね。敵いるのかな。いるわ。やばいやばい、絶対やばいやつあれ。あちゃあちゃ、木がね、そこ置いていい？置け、人が行けば置ける。ワーカーが2必要。なんかあれかな、立てればいけるの。ちょっと待ってね、先そっち倒そう。これこれこれで石と木が取れる。あんま行き過ぎないね。行き過ぎ、打っちゃダメ。アーチャー絶対足んない。木がねえのか。あ、ゾンビ来てるじゃん。ちょっ、え、ウェーブ、あれ、ほっといても直せるけどさらに追加できるってことか。あ、 4.5 パス進めようってことか。これ木を直すと、木を入れて直すとってことね。分かった分かった分かった。やってるやってる、ずっと直してるわ。はい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 、ウッド欲しいわ今ちょっと。どんどん、あーちゃあーちゃ、そっちも来ちゃう。ホールド。あ、バンバン来るじゃん。あーちゃあ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 、もっとあーちゃあ、もっちゃあ、もうあーちゃあ。やっぱやっぱこれエンドレスかな。あれ、とりあえずやりこ、この二人、二人通過。もうあーちゃもうあーちゃ、橋がかかってる。来ちゃった来ちゃった来ちゃった、ちょ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 、はい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 、いいよ。もうあーちゃもうあーちゃ、そこいいからカノン砲とか置いときてな。アップグレードキャッスルレベル3って書いてあるけど、木が足んない。だから木、あ、それで取れる木が。でもワーカーいなくね。ワーカーいねえわ。種もないし、だからウィートあげないといけない。あげないといけないんだ。うおーワーカーゼロで食料プラス1だから、ちょっと待ってね。これいけんの、こっちは。アーチャーがいる。お金がいっぱいある。ゲットゲット。石切り場、敵は来ねえのかな、こっち。多くか、いけるかな。ちょっと待って、アーチャーがもう雇えねえ。一撃が痛すぎる。一撃が痛すぎる。うっ、こっち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 、いやー、やばい、あ、やられたぬー。はい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 、そこ大丈夫ね、まだ大丈夫ね。
で、それ置けるかい。あ、だから、わかったんねんだって。ちゃう、1個消えてる。ちゃう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 。4つ。はい。ファーミング。来ちゃってるよ。来ちゃってる。はい。ヒールするために、焚き火を作りましょう。的な。で、ワーカーがいないので、これは必要。足りてる？アーチャー2体でそこ。いいかな？行くぞ。木。これでワーカーが今、7人になった。木。うわ、ダメか。これがもう一個。3がやっと。選択できねえよ。で、あーちゃんもうちょっと。2人やった。変な道で来るな。左って終わり？これもうちょっと待ってね。来ちゃうな。で、アーチャー1人いりゃいいっしょ。こっち行こう。石って取った方がいい？ワーカーがあと3人しかいない。種いっぱいあるから、家がまた建つ。いや。うおー。手が追いつかねえな。うっそ。うわあ、足んなくなってきた。なんか強いのも来た、来始めたね。なんかやばい。焚き火進めねえ。うお、ちょっとあれ、メテオの人じゃん。いいよ、深追いはしなくていい。足んない。乗って。はい。アーチャーだよね。アーチャー。OK ねーよー。と。そうでいいか。アーチャー。あ、じゃあ作りまくり。そっちに行けねえ、あの強そうなやつ。リペアして、乗って、こっちね、ここ。モアアーチャー。きつい。石150でプラスがないから1個取っとこう。あー、レベル上げないといけないんだ。あげて、あと種もやろう、種も。アーチャー。もう一人。で、家がまだ立つ。来た。どうすれば、あいつ倒せるかな。やっぱ、おびき出すしかねえか。もっかい。ウェーブの概念はなくて 100% になった時点でクリアかな、これ。それっぽいな。で、石が取れる。で、研究。そっか。じゃ、まず木だ。そっか、即レベル上げた方がいいんだな、キャッスルの。炎があれば。
行ってみっか、これで。もう一回、次、ピッケル。やってます。ワーカーがいっぱいになっちゃった。種がプラス4だから次、ウィートやれば。もうちょっと。行っていいかな？来るんじゃない？バカバカバカ。どうした？これ行くしかねえな。アーチャーがやられる。うぅ、どうした？これで、アンダーアタック。なんかやられてる？はい。リペア、リペア。あぶねえ。あ、ここ壊されてんだ。ちょっときつい、きつい、きつい。うわぁ。あの遠距離やべえな。あと2体。乗って乗って。で、必要なものを全部取って、見えない見えない。で、ウィートやろう、ウィート。これをやる。食料。おっと、これはきついぞ。取れた。はい。10ゴールドかリサーチ、リサーチするか。お金多分今そんないらないでしょ。置けてなかったんか今。一瞬3に見えるんだけどな。これがいっぱいか。で、家だ。どうなってる？どんどん激しくなってんね。埋めないといかん。ちょちょちょ、なんか操作ミスったよね。うわー、ちょっと、なぜだ、ちょっと、しんどくないこれ。そっち行っちゃうのね、それ。うわー、なんだこれ、どうなってんだ。ダメだこりゃ。どうすればいいんだろうな。ダメそう。これにキー使ったのミスだったかな。あとそっち行かれちゃうぐらいだったら、ここに一回防衛ライン引いた方がいいな、これ多分な。そうしようか。よし、一回やり直します。まずあいつらを倒さないと始まらない。で、敵が来ちゃうので、大丈夫これ。めちゃくちゃ危ねえ。こんな感じになるんだろうな。これは壊さない方がいいか。木がねえのか。木で、レベル上げちゃって、ファインソー早く取ろう。乗って乗って。で、左側を倒しに行くのも結構手間がかかるというか、頑張らないとダメ。塔を建てたい。まずこれか、上げて、き、来た。ファインソーしないとね。乗った。
あるじゃん、人が。で、もう来始めた。今上げてる最中。これは置いて、若がいね。家が1個置ける。蚊の方も来てるの早くな。木くれ。もう一体エンドレスな感じ。これここで、でこっち行かないとやばい。家は建てらんないで、種があげられない。石取んないといけないのか。石取んのその辺だよな。あっちゃー、きついよなこれ。若がこれでいっぱい。あ、お金がねえや。お金十分だとか言ってたのに。置かなきゃダメだな、やっぱな。少しでも種取ってかねえと。お金が足んね。これやるか、次。で、あちゃは4人いける。お金がねえ。そいつらも強そうだしな。カノン砲1個来てんだな、もうな、俺はっきり言って。石が500と750ゴールド。アーチャーを雇って左に行くしかない。そこね。もう一体。これもやっときたい。木は結構余ってきた。だからあらかじめ置いとこう、これ。どうせ必要になる。入られてんな。あーちゃ。あと一人。あと二人いける。お金がね。アーチャー雇うと？このゴールドの収入も減る？もしかして。いや、減るか、普通に。いや、減らねえわ。訓練の時だけだ。ファーミング、プラス4になった。家が1個建つ。はい。焚き火を建てましょうと。よし、これならあのアーチャー軍団倒せるんじゃない。まずは。もういってるよ。危ない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 。ちゃう。操作がままならねえ。よし、これでなんかまたいろいろできるから、まず見よう。で、アーチャー。ちょっとずつ増やしていこうか、ここ。アーチャーを。これあった方がいいのかな？回復する？これで。あと、命中精度の問題もあるのか。早く左を終わらせて、あの、多くどもを倒して、ここの防衛に向かった方がいいってことだよね。そんなとこから来んだ。何ここ。すっごいいっぱいあるよ。あれ取り来てよ。あと仲間が一人手に入る。まず多くはいけるだろう。いけるか。
やっぱやっぱやっぱ、あ、足んねえや。うやる、ちょっと勝った、にゃー、やばいな、ほんと奥とか。ちょっとアーチャー一人増やさなきゃダメかな、もうひたすらアーチャー、畑置かないとやばい、畑畑、ここ、ワーカーが足んねえから石が取れねえ。次取るべきは種、壊れてんじゃん。いけるか、あいつに来られるとアウトなんだよな、あの魔法使いで。アーチャーダメージ上げて、家建てて、家建てて、いや、まだ？もうちょっといけるでしょ。よし、これであいつらをなんとか倒す。多分足んないでしょ。アーチャー、めっちゃアーチャー、あげるか、これも。ノースノース、ようやく石を取って、なんだ、パラマウント、オーダー岩ユニット、はい、 H を押して、はい、エネミーを食い止めろ的な。あ、ストップチェイシングって書いてあったから追わなくなるっつってんのか。じゃあこれやりいくぞ。あ、じゃあもっとちょうだい、もっと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 、一人一人ここ入ってるか。ここでいいか。さあこれで魔法使いをどうにかして、来た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 、ちょっともうやられた、これはちょっと、しかも回復超早いし、ぬー、倒しきれるか、うわー、もうちょい、もうちょい、いや、ちょいちょいちょい、回復早い、無理やり倒した、うわー、パラディン、アーチャー、ヒーリング、はい、アーチャーで、そろそろカノン砲を置こうぜ。これたまったかな、お金と石が足んない、石取るか、3個、あ、失敗、3個のところがあった、3個、よし、これでとりあえず合流できる、ふうふ、でこいつら倒しに行かないといけないのか。アサシン連中強えんだよな、またな。そこ行ってリザレクションの前になんかやれることない、ピッケルか、木30、ちょっと少ないか、取っといて、
種めっちゃあるんで家リサーチかな。いやお金なかったんだよね。お金にしよう今度は。プラス50しかない。なんか出た。カノン砲が置けねえ。火が足んねえのと、これ仲間をさあれで行きたいよね。おお、いけるいけるいける。やっぱパラディン入れるとダメだなって感じだな。硬さが全然違う。よし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 、パラディンが2人になった。ちゃう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 。はい、まあ、これはこれでよくて、よし、あ、こう、即食わされた。やべ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 。乗って乗って乗って、よし、まあ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 、ホールドで、食料まだある。もうちょいで、ひたすらアーチャー、これとこれ。なんだ前で出たし。木取ろう。木取って食料2つ。全然取れてないよそっち。のどかなのにさ、音楽はさすごいよねこれ。どこ行った。あ、ちょっとびっくりした。そんなのもあるのね。どっから行ったよ。やぐらやぐら。バンバン撃ってんな。やぐら撃たれてない。なんかモリの裏からも撃てるんだねこれ。撃てるどころかさ、敵もなんかすり抜けてきてない。ホールドホールド。ここでそれ取って、なんだ訓練時間。罠のこれがいいかもしんないね。今は直すのが早いとか、あんまりかからなくなるってことだよねあれが。石めっちゃあるんでここ取る必要ねえわ。だからひたすらアーチャーだ。それいらねえな。リザレクションアーチャー、ひたすらアーチャーで、あとは一応形としてはオケね。あとは橋が 100% になればいいんだよね。やっと半分だよ。なかなか長い。はい、アップグレードユアキャッスル、アンロックニューテクノロジー上げましょう。あ、この目があるんだ。なんだろう次。これいいか。
これが限界だな。こうなって、乗るべし。乗る。君君君君君君。壊されてない？なんかちょいちょい壊されてるような気がする。ちゃう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 。で、テクノロジーどうなった？なんだ？マンゴー。はい。多分もっと食料増えるってことだよね。ワーカーはいるんで、アーチャー作ろう。あ、これで上がるんだ。どうしよう、ライフルマンって優秀かな。キャノナーだ、キャノナー。高い。ああいう強いやつを倒すのにガンナーが、ライフルマンが使えそうな気がする。これ取り行く余裕ねえな。なんだシェイプシェアシャープリング、なんだ。あ、これか。さらに木が、あ、バリケーズになった。どっかで聞いた名前だけど、ステークスウォールっていうのがさらに強くなるのか。なんか音楽やばくなってきたな。で、ガンナライフルマンのこれはライフルハブは20チャンスオブディールダブル。お金が全然ねえ。これあげてっか。撃つかな、あれで、あの距離で。音楽が勇ましい。いや、すぐ壊される。これ櫓が、これなんだ、ストーンタワーだって。硬いってことだよね、多分。あ、一撃で壊された。ちょっと飛び道具がいない時にはねとダメだな。リペアリペア、フェイタルショット。ライフルマンのダメージが上がるのかな。これからライフルマン増やしていこう。お金がね、あげる。これか、スポイルオブウォーカー。ゾンビを倒せば倒すほどお金が、はい。お、これはアローレインだろうよ。これが来れば、あ、でもしかしてこれ火が通ってない、暗い、もしかして。一撃。飛び道具がいない時にはね、ダメだ。あいつが、あいつ倒したら置いて、櫓。まあ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 、いいんじゃないか。ライフルマン、あ、間違えた。これ解雇どうすんだろう。何押した俺、間違えたね。お、スナイパートレーニング、これもやりてえな。ノットイナフゴールド、直せませんっつってる。何がいらねえんだろうな。もうちょっとあげられるな。あげた。あれ？ちょっと、いや、え、なんで？うん、ちょっと、なんで、なんで朝し？ちょ
ちょっと分かんないです。なぜか朝日行きましたわ。俺ここ押したよね、スナイパートレーニング。ちょっとお金貯めてまたやろう。あ、なんかまた強そうなやつだねこれ。全身アーマーみたいな。ライフルマンもう、じゃあ1人。アローレインのおかげでかなり攻撃力が上がってる。アサシンこれ訓練しちゃったからさ、これの攻撃力上げるやつもまたやりたいよね。ライフルマン来た。トーチやれたか。でこれで、ね、お金があと160足んない。ピッケルはいいでしょ。リジェネレーション、ブライトフレーム、さらに明るい炎で、バリケード、ちょっとフェイタルショットやろう。押すよ。はい、大丈夫だよね。さっきなんでアサシン来たんだろう。そして音楽案がやばい。カノン砲もう一個かな。お金がねえな。できたね、研究。いいか、今のところ大丈夫そう。研究しとくか。家が上げられそう。はい、ワーカーが増えるのと、ライフルマンとキャノナーとパラディンで、これがまあ硬くなるってことだよね。こっちがいいかもしんないな、今な。これにしよう。バリケードが硬くなったはず。でこれ上げて、なんか上がる。他にリジェネはいい気がする。撃ってる撃ってる。あ、飛距離長いのか、旦那はぽいね。ちょっと待って、また来たぞ。あれ、俺ライフルマン押したよねこれ。ライフルマン、ライフルマンなってる。なんかアサシンが来る。あれおかしいな、俺が。あ、マンゴーが実ってんね。クリックミスしてんのかな。で木が余ってるんだったらこれをバンバンやれってことだよね。多分もう、うわ、そんなかかんの。1400もかかんの。そっか、ちょっと遠いか俺。そこにライフルマンを、ライフルマンもう一体これね、押しました。足遅い。リペアが 79%。 あ、でこれね、あの実績のストーンタワーを2個建てろっつってる。ストーンタワーの方が実はあれかな、あの飛距離伸びんのかな。ストーンタワー、もう一回やるか。ストーンタワーできた。乗る。あ、乗るんじゃねえのこれ。ちょっとあれ、アーチャーしか乗れないとか。アーチャー、あ、いやこれ乗るやつじゃねえぞ。なんかある、なんかあるんだ。シグナルファイヤー、バリスタ、あ、バリスタなんだ。とアウトポスト、バリスタにしよう。ワーカーが足んね。すごい激しく打ってる。
すごい撃ってんな。ちょっとワーカーが足んねえからさ。ごめん、ちょっと君たち解雇ってどうすればいいんだろう。あ、クモだ。なんだ今クモいたよね。クモ来た。バリスタバリスタ、ワーカーが足んねえって。これいや、わかんねえ、やり方が。すごい数やられてはいないみたい。ちょやられた。バリスタ、うおー、どうなってる。ガンナーがやられるのはちょっとやだ。うわ、オッケーね。バリスタになったけど、いける？3人足んない。家1個建てれば食料ゼロになるけど、3人増えるんだな、ワーカーが。これが建てれれば、これがいける、バリスタになる。あ、スタンして、お、バリスタ打ってるね。打ってんね、打ってんね。音楽が、クモ足が速いんだ。さあ来るぞ。なんだ、バリスティックス、マーチャーだよねこれ多分ね。やるべきはこれはパラディンと、あ、無敵のブレッシングも美味しいけど、こっちだろ。連射力が半端ねえ。一応バリスタも範囲攻撃か。連射力は大したことないね。なんか強そう、強い感じがする。バンク、バラック、ストーンハウス、キャッスルってまだ上がるのか。上がんねえや。キャッスルレベルが今最大ってことかな。マーケットがあるんだよね。うわ、なんか、うわ、ちょっと何それ、全然見てなかったけど、魔王みたいなの来た。なんだ今の。1体だけ今の。いや、まあ2体だけどさ。これなん、あ、また来た。すごいの来た。これなんだろうね。もう完全魔王だけど。あ、でも勝手だけど、バリスタと、あとやっぱりあのガンナーのスタンが効いてるっぽいね。また来た。どんだけ来るんだお前ら。結構寄られるね。なんとかなる。いよいよいよ。いっぱい来た。雲だ。クルセイダー、パラディンのなんかつ、あ、もうねえのか。なんだこれ、クラスターシェルだって。バリスタが攻撃受けてる。激しいな。あと 2% で橋が治る。ガンナーのが落とされた。あ、まとめてスタンしてる。
朝シーンが食らっちゃう。あと 1%、 まあ手動で直せばいいんだろうけど、かなりやられたね。あとアウトポストと、はい、橋を5回直せって書いてあったけど1回も直せなかったな。自動修復に任せてしまった。ロングナイト、橋を直すっていうステージだったんだね。ひたすら防衛してね。新しい敵出てきてちょっとビビったけど、まあクリアできてよかったよかった。さて次がコースト、ゴーストじゃないよ、 G じゃないよね、コーストですね。という感じで今回はここまでにいたしましょう。また次回、それではまた。